まず稲川淳二さんです。こんばんは、稲川淳二です。そして霊能者の佐原勲先生です。こんばんは、佐原です。よろしくお願いします。佐原先生にはこのスタジオに霊気を感じた時にその都度お祓いをしていただくことになっています。さて、私たちをどんな恐怖が待っているんでしょうか。えい、チョコレートと、はい、はい、これがちょっとまずい、はい、はい、右からその真ん中のね、足込みかし込みと申す。えい、収録前のスタジオの様子をご覧いただきました。佐原先生、はい、まあ、お面ですとかそういった小道具類に何か霊気を感じられたということで、そうです、お祓いをしていただいた、はい、やはりなんかそういう異様な何かを。そうやね、ああいったお面とかやはりあの人形さんとかこけしとかそういったものにはやはりそういった霊がなんとなく入りやすいような感じもありますね。それであえて今回はそういった小道具も取り除いたということで、さ、どんな展開になっていくのか、早速最初のお客様ご紹介いたしましょう。三宅敦俊さんです。どうぞ三宅さん、こちら。どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。早速爽やかですね僕だけでしょうがこんなに怖いな思ってるのは。いや、そうです。早速ですが三宅さん、はい、あれはですね、はい、私が大学生の頃、今から10年ぐらい前になるんですけれども、ちょうどその田舎の大学ですんで、はい、まあ、遊ぶことっていうのが車に乗ることぐらいしかなかったんですが、でちょっと九州の方に山並ハイウェイっていうハイウェイがあるんですけども、そこね結構その幽霊屋敷って言いますかね、幽霊の館っていうのでこう名所のようにね、その学生の中で話題になったところがあったんですよ。で、まあ、その話っていうんですけど、メリーさんの館っていうようなそういう言われがあって、で、まあ、何人かに聞くとその本当にその、ね、なかなかそれは見えないそうなんですよ。ただその道路を走ってるとたまに月明かりであるとか、あとどうですか、その雲を待ってるんですか、木のこうざわざわっていう間とかね、ああいう形でそのお屋敷の屋根が見えるとか、でそれを見ると必ずその車の例えばコンポをつけてたらそのコンポが消えてしまうとか、ブレーキが効かなくなる、で何かのこう事故に遭うっていう形でものすごくこう学生の中で有名になったんですよ。で、何人かが行った時にその、まあ、お昼間のことなんですけど、門まで行くとね、その門柱っていうんですか、あそこにその羊の顔の銅像みたいなやつがこうついている、それでそのまあメリーさんの館とそれが言われるようになったんですけれども、で私は私と友人で、まあ、それを確かめていこうじゃないかということで、まあ、お昼間に行ったんですよ。で、まあ一度山並みハイウェイを通り過ぎて、まあ、なかった、おかしいなということで、まあ、それをまあ2回ぐらい繰り返したんですけどもね、で、やっぱり見つけたんですよ。で、まあ、何かがあっては困るっていうことで、その車のエンジンをかけたまんまその友人と降りて、そのお屋敷の中っていうんですか、そこにまあ入っていくわけなんですけれども、ちょうどねその道路際から屋敷の頭は見えるんですけれども、その屋敷に行くまで少し距離があって、その鬱蒼の茂みの中をかき分けていかなければいけないんですよ。でそのかき分けていったら、そのちょうど空間がポンとありまして、そこにまあお屋敷があったんですが、その門のところにこう番線がこうガーッと巻いてあって、もう入れないように結構もう朽ちてるんですよ。すごくもう見るからになんかこう幽霊屋敷みたいな感じなんですけどもね。それを、まあ、友人と二人でこう番線をどうにかこじ開けて中に入ったんですけども、ちょうどその玄関からその門ですよねまでが結構距離がありまして、でそこを二人で歩いたんですけども、もうその時点でそのなんかこう落ち葉がこう敷き詰められてるっていうような感じで、何ですか、こう地面を踏んでるっていう、こう感覚がないんですよ。で気持ちが悪いな、気持ちが悪いなっていうことで、まあ明るかったですからね、まあ、とりあえず向こうまで行こうぜということで、まあ、どんどん進んでいって、その門の前に、まあ、玄関の扉ですよね、その前に立ったんですよ。
で、まあ、その友人とどっちが開けるかっていうことで、まあ、押し問答してあげく、昔からちょっとそういう霊感的なことを言われてたんでね、お前がやるべきだなんて言われて、三宅さん自身が、はい、で、まあ、扉を開けようとしたんですね。で、洋館なんで、まあ、外国の建物ですから、こうコンコンってやる、はい、ああいう鍵、ドアロック、うん、そう、あれがこう両サイドについてて、多分片っぽの扉は少し小さかったと思うんですよ。で、大きい方を持って開けたんですね。で、それはすぐ開いたんですよ、うーっていう感じで。で、開けた瞬間に、その何ですかね、中は明るいんです、まあ、暗くはないんですけど、こうちょっと薄暗いっていう感じで、で、窓からのその日差しっていうんですか、明かりっていうのはまあ漏れてるような感じなんです。で、埃がちょうどこう舞いますよね。ああいう感じの風景だったんですよ。で、といったんですか、その開けた瞬間がいきなり大広間で、そのちょうどその入ったところに階段がちょっとはしごのような、あのこう抜けてるような、あの階段がこうずっと上がってまして、で、それがまあその廊下に、ね、手すりでどっとつながってるというような、まあ、そのお屋敷だったんですよ。で、それを開けた瞬間に、なんていうんですか、空気がこうよじれてるっていうか、山に登った時にこう酸欠のようになったりしますよね。ああいうふうな、なんかこう吐き気じゃないですけど、なんかちょっと苦しいと思って、あ、息が苦しいってことで、私はしゃがんだんですよ。で、こうしゃがむと同時に、その友人がね、うわーっとこう叫んだんですよ。で、えっって思って、その友人の方を振り向いたら、友人がいてないんですよ。なら、そのちょうどね、自分がしゃがんだところから3メーターぐらい先に友人がこう転げるような形でいて、押すなとかってすごく怒るんですよね。私は全然押したつもりも何もないんですよ。ただしゃがんだだけなの。で、押してないぞとか、こうやり取りをこう結構やったんですけれども、もうその友人は怒ってしまってですね、俺はもうこっから行けへんからなとかなんか言ってですね、もうそこから行かないんです。でも私はちょうどしゃがんだ時に、どう言ったんですか、もう半分ぐらいは要するに扉のその中に入ってる状態だったんで、もう頭の中に考えられるのは、もうとりあえずここから出たいと思ったんですよ。で、こう辺りを見回した時に、その階段をちょうどね、上を見ると、そのちょうど階段を上り切ったところに扉が一枚あって、その扉が結構こう朽ちてて、隙間っていうんですか、あれが開いてて、そこから太陽の光がそこだけ鮮烈にこう入ってるんですよ。で、とにかくあそこに行ったら、なんかこう呪縛じゃないですけど、この苦しいのから逃れられるってもう頭の中で思い込んで、で、とりあえずこう何ですかね、そのいろんなところをこう触りながら入っていったんですよ。で、それがもう何ですか、すごくこう重力がのしかかるんじゃないけど、なんかこうバランス感覚がなくなるぐらい、そのお屋敷の中っていうか、それがすごいんですよね。で、その階段までが2、3歩ぐらいでもう階段にたどり着けるような状態で、まあ、手すりをこう持って、階段をこう上がり出したんですけれども、どういうんですかね、朽ちてますでしょ、階段が。ですから当然気をつけて登らなければいけませんよね。で、まあ、気をつけなきゃ気をつけなきゃと思いながら、でもその吐き気がすごくしてたんで、バランスを失ってしまったんですよ。で、あーこける、あ落ちると思って目をつむったんですけども、落ちないんですね、ふって気づいたら。すると、その朽ちてるところの階段のない部分に私の足は乗ってるんですよ、間違いなく。でも要するに何ですか、そこに何かがあるみたいで乗れちゃうんですよね。で、まあ、それを別に確かめたわけじゃないんですけども、もうとにかく怖いっていうのが、そこで初めて恐怖っていうのが出てきて、もう上に行こうっていうので、もう満身の力を振り絞ってその上に登っていったんですよ。でも上に登れば登るほど、なんですか、こう引っ張られるじゃないけど、自分の体がすごくこう重たくなっていくんですよね。で、ついに最後の段まで登りきって、登りきったところですぐにこうそのドアのノブに手が届くような状態だったんですよ。で、そのノブにこう手をかけた瞬間にですね、そのブランコがきしむような音ってありましたね、イーイーっていう音ですよ。あれがこう聞こえてきたんですよね。で、うんとこうなんか耳を澄まして、よく聞くと、その遠くの方から外国語のような、日本語じゃないんですよ、外国の語のですね、子供の歌声のような、何ですか、童話のような、童謡ですか、のようなその音楽がこう流れてるんですよね。で、
なんか曲が鳴ってるって思った瞬間、もうすごくこんな風にしてね、こう惹かれるんですよね。だからもうノブだけで自分の体を支えているっていうような状態なんですよね。で、えっと思ってその後ろをこう振り返ったんです、その時に。するとちょうど2階のところですから、その玄関からホールからが全部見渡せれちゃうんですよね。でそこにもう無数の、もう下が見えないぐらい外人の子供がダーって埋まってるんですよ。でもう階段の私のこの辺ってありますよね、もうこの辺の子はみんな私をこうやって持ってるんですよ。それでもう声が出ますよね。でとにかく何かのきっかけで、でも声が出たんですよね。でその声が出た瞬間に、もうその扉を突き破れないですけども、その扉ごと私は向こうに、もう柔道で言ったら受け身のような形ですよね。で転がり出たんですよ。で転がり出たんですけども、本当ならその2階の部屋にいるはずの私が外なんですよ。そこがその落ち葉が敷き詰めてあるような風景のところにゴンって転がり落ちたんです。でそこで何かがね、また一瞬こうすごくこう持たれたんで、とにかくそこではもう叫んだんですよ。でそこからの記憶がないんですけども、で気づくと病院でなんか点滴かなんか私は受けてたんですけども、で、まあ後で聞くとね、その友人がとにかく私の声がしたから別にその、まあ、探しに行ったらなんか瞳孔が開いたような形で、ちょうどそのお屋敷の裏側のところでこう倒れてたっていうんです。でこれは一大事だということで、私をその、まあ、病院に運んだということなんですけどもね、その私はそれを見たことを恐ろしいですから、その友人にも言わなかったんです。何があった、いやとにかく怖かったっていうことしかこう言わなかったんです。でそれでまあ一月も経たなかったと思うんですけども、まあ、だいぶそういう気持ちが薄れてきた時に、その友人とお酒を飲んでたんですけどもね、その時に、まあ酔った中でその友人がね、おいおい、あそこでその確かなる噂を聞いたっていうんですよね。でそれがその何ですか、その終戦じゃなくて、まあ、戦前ですよね、その日本が戦争してる時に、その日本のに似てる外人さんたちですか、その人たちの要するに施設っていうんですかね、で大人 の, その外人さんは要するにあの、どうですか、こう、まあ、連れて行かれまるわけじゃないですか、日本の兵隊さんかなんかで、で子供たちばっかりになって、でシスターかなんかが一、まあ、人おられて、でその子供たちをそこに集めてたっていうんですよ。でそれを聞いた時に、私はその友人にも誰にもその外人の子供を見たということは言わなかったんですよ。で、まあ、なんか、まあ、やっぱりあれは本当だったんだなっていうのを確信したみたいな。その子供さんはそこで亡くなったん、いやそれはね、分からないんですよ、はい、じゃあ CM の後にまたお二方にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。洋館でのミステリーいかがでしたでしょうか。さて稲川さん、ええ、こういうことっていうのは、私の友達でもってね、やっぱりこうちょっと宣伝関係やってる人間なんだけども、東京に住んでてたまたま横浜の方にその仕事場がちょっと今度は移るんで、その間近くにアパート借りよう、ところはなかなか今いいアパートないわけですよ。それでもまあ見かけたよ、古いみたいなアパートだけどねって、手伝いに来いって言うから、お前俺は芸能人だぞって言いながらね行ったんですよ、3人ぐらいで。それで片付け済んで、取って持ってちょっと遊んだりなんかしたと、いっぱいやろうかってやって、人みんな泊まってくとかなんか言ってるから、俺帰るよって、帰るのって、帰るよ俺は仕事があるんだもん、俺帰っちゃったんですよ。でどのぐらいしたかな、まあもの2週間ぐらいしたからかな、一人が私とか遊びに来て、僕店やったんですけど、来て稲川ね、ちょっとおかしいんだよって言うんですよ。それがね、そのしやつが一人だけ泊まって、友達が朝方出てったんで、自分はゆっくりまあいいかと思ったら、おう寝てろよ、まあ、後から行けばいいじゃないかって言ってくれたんだけど、もう面倒だから答えるのやめて、そのまま寝てたって言うんです。そしたらね、どのぐらいしか知らないけど、また入ってきたって言うんですよ。あいつ忘れ物したなと思ったけど、起きるの面倒だからいいやと思って寝てたらしいんですね。そしたらね、くる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 家の中回ったりでって言うんですよ、自分の周りを。何こっち探してんだろうって、なんか物を探してるらしいんですね。どっちもやったなと思って、まあいいかと思って寝てたそうですよ。そのうち自分のね、枕元のところしゃがみ込むからね、なんだこいつは俺の顔見てやがってと思ったらしいんですね。タバコ吸ってるみたいなんだよっての、あじゃあ忘れたんだって、いやそうじゃないんだと。
で、そうこうしてるうちにね、ふわーっと立ち上がったような気がしたからね、あー、それでも悪いから行ってらっしゃいぐらい行ってやろうかなと思って、ひょいっと起きてこう見たら、いなかったって言って、おかしいんだよな、俺絶対にあの時のやついたんだぜって言うんですよ。で、へーって僕はそれ忘れてたの。でね、また少し経ったらね、もう一人のやつが来てね、あの、やっぱ宿舎だと申してたけども、お前あいつのとこおかしいぞって言うから、何がさっきもあの隣と言ったけど何なんだよって聞いて、俺この間あいつのとこ行って泊まったんだよ、それで明け方になったらあいつ早く寝てるもんだから寝てけよって言うから寝てたんだよねって言うんですよ。友達の話がね、でまたドアが開いたから、あいつ忘れ物かなと思って入ってきて、ぐる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 回ってたって部屋の中で、そうこうしてるうちに俺の枕元来たんだけど、あれって私あの存在というかそのいるような気配がなくなったから、あ気のせいかと思って寝てたら急にっていうような感じがしたんだよ、うんと思ったらまた右のとこなんかはーっていうような声がしたんだと、だまーって聞いてるとはーはーはーって言ってるんですよ。いやーなんかあいつ急にそうだな、何やってんだろうなと思ったけど、まあいいかと思って、お前なんだよって見たら誰見なかったって言うんですよ。でも俺は確実に息もね感じてるし、やつがぜいぜい言っても聞こえてんだよって言うんですよ。お前それじゃあ同じ話だよって、まあ、そいつもじゃあ本当にあったのかな。じゃあその間ね、あのそういう話があったけど、一応ねあいつ仕事終わるまで黙ってればまたどうせ東京戻ってくるんだから言うんじゃないよあいつはね、絶対に気合弱いからって言ってたんですよ。で、ね、その時ねたまたまその友達がその一番の話題の主がうち遊びに来ちゃったんですよ。あと二人も来ちゃったんですよ。で他の人間も来てワイワイ盛り上がって、なんとなくそんなような話になったら、よさいいに一人やつがね、俺あるとこ泊まったらさこういう意味になっちゃったってその話をするんですよ。よせばいいのに。そしたらもう一つ、いや実は俺もってよせ調子ついたんですね、酒飲んでるもんだから。そしたらそのアパートの住人のその気の弱いやつが、俺もなんだよって言い始めたんですよ。まさか我々が話した話が自分の家だと思ってないもんだから、俺ん家なんだけどさ変なんだよ、夜なんかなるとねなんかドン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 って心臓がね鳴るような音がしてさ、はーはー聞こえる時もあればね子供の泣き声もするんだよ。だけどね俺の両側のね部屋なんかさ子供住んでないだろう、気持ち悪いぞ夜ドンドンってんだよ。それでねたまにくる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 部屋の中回るような気がするんだよな、あの部屋気持ち悪いよなって軽く言ってるんですこいつが。だから我々がバカお前今話した話お前んちの話だよって言ったら、やめてよって言うから、お主お前んとこの話だよって言ったので、俺も家帰るんだけど何言ってんだよって、じゃあみんな話をしたからお前んち見に行こうかって話だったんですよ。でたかだかその小田急線のやつ行ってますからやつんち行ったんですよね。でモルタルの石膏い普通のあの昔風のアパートなんですよ。なんだと思って、どうってことないんじゃないか、外から見れば健康的な建物じゃないかなって言ってみんなで入ったんですよ。で入った時にね不思議に思ったのが、以前来た時は明るい時のせいもあったけども割と普通のただのアパートだったんですよ。話聞いて行ったせいかもしれないけど、入った瞬間やっぱ重いんですよ。なんかふーっと空気重いんですよ。あのもやーっつって、まるであのこういう空気の普通のところが粒子かなんかでこう見えないぐらいな感じで重いんですよ。なんかいるような黙ってると確かにふーふーっとこうなんかこうそばでもって言うようなそういう音がこう耳をかすってくるんですよ。ふっと嫌なとこ来ちゃったな、やっぱりこれ飛ぶかなって、私結構見る方だから、いやー参っちゃったなと思ったけど、友達がねこうやって来ちゃったもんだ、どうしようもないでしょ。で周りこう探したんですよ。ただのね一間のとっとくない部屋ですから、そういったら一人がお前これあのあったっけこのタンスって言ったんですよ。僕らね引っ越し手伝ってるから荷物知ってるんですよ。でその時夢中でやってよく覚えてなかったんだけども、タンスがあるんですよ。タンス運んだ覚えないんですよね。と、まあったじゃない花からって言うから、何言ったら、いや大家さんがこういうタンスがあるけどお使いになりますかって言うから使ってんだって。なんでって、いやいや前の人置いてったらしいから、おあのそのまま使いますかって言うから使ってんだよっての。あんなのお前なんか入ってんじゃないって、いや俺服屋なんかでみんなそんなもんばっかだよなって。で友達がひょいっとこう見たら、これもおかしいぞ、これちょっと見てみなって言うんですよ。あの山がこうあるじゃないですか、針のねあの壁のところの日本風の家ですから、あれがね変にぶっ切れてるんですよ。お前この後ろ何かあるよって言うんですよ。僕もね見た瞬間それがねあの敷居なんて見えたんですよね。あそうかもしれないって、どかしてみようかって、でどかしたんですよ。あのみんなでね中のもの出してウゲット下にこう分かってますか、こうやってどかしたんですよ。そうしたらあのなんていうかね、途中からこのタンスになったんじゃ、あんたんたんお尻になったんじゃないですか、この中間からだけちっちゃいお尻ですよ。その前に置いてあったんですね、そのタンスが。やっぱり気分悪いし、見るとねそれがあの張り詰めるみたいにプーッとプーッとするんですね。気のせいかもしれないけど、その押し入れのこれがプーッとするから、これ開けない方がいいかなと思ったんだけど、こっちの二人なんか全然関係ないですからね、開けようかって言うんですよ。開けようかってから、じゃあ開けようか、でもなんかあったらどうしようかなと思ったけども、その時はその時だししょうがないからって、じゃあ電気つけて明るくしようかって、電気がカチカチって開かないんですよ、つかないんです電気が。いやだんだん気持ち悪いですね、やばいなと思って、だからこっち逃げるわけいかないし、みんな全然その分かってないですから、そしたら一人の人が無造作にこう言って開けるよってボーンと開けたんですよ。それからわーってこっちで倒れるんですよ、うん、で俺もわーってこっちやったんですよね。そしたら、なんでバカ野郎お前はって言ったらね、子供だよ子供だよって言うんですよ。で子供だよって言ったら、何言ってたよバカ野郎ってみんなでガッて見に行ったんですよ。そしたら押し入れの子に子供が座ってるんです、こっち見て。俺はびっくりしましたよ。それでみんな様にいながらなったんですよ。
そしたらそれがこんなちっちゃい人形に変わっちゃったの。嘘だっつって、それでその不動産屋、お前ちょっと教えろ、行ってみるからっつって不動産屋みんなに行ったんですよ。でこれこれこういうことあったらどういうことなんだって聞いたら、あそこ女子大生の方住んでらっしゃったんで、あのずっといたんだけれども、あの体の具合悪くたらしくって、そのご両親が田舎から迎えに来ちゃったって言うんですよ。でもずっとそのままあの借りとくってことになってたんで、健康になったら戻るはずだったんだけれども、たまたまね向こうからあれは解約しますって言ったんで、それで会えたんで、そうですよね、今家なんかないですから、それであのこちらにご紹介したって言うんですよ。でそのタンスがあったって言うの。あそう、それでみんなしょうがないかに、じゃあお前もしかするとあれか、その女の子多分あのまた借りなかったってことは死んじゃったかなんかしちゃったんだなって、それで多分その人形かなんかあれ探しに来たのかなって言ってると、いや俺は違うと思うって、何だって、いや女の子じゃないと思って、どうして、俺寝てん時に確かタバコとハーッと聞いたけど、さっきの人形の下の方からな、こう寝た時ね、俺見たような気がするって言うんですよ。あれ人形が歩いてたんじゃないかなって言われましたよね。そういうようなね話ありますよ。はぁ、まあ、三宅さんもいろいろとそういう例の感覚が鋭いと、だからあのさっきの吐き気っていうのも分かりますよ。吐き気するんですよね、戻す気あるものもそういうとこ行ったら、ということで今夜はこれで終わりたいと思いますが、先生今のお話聞かれてて、そういったことはよくありますわね、家の中にいろいろのね、わざわざっていうね、正直な話、いい家っていうのはなかなかないと思います。はい、新築でもこういうのはあったりするんですかね。ありますよ。ありますよ。はい。で嘘みたいな話だけどね、あのある時その飲み行った、やっぱり他のアパートで住んでた時に、飲み行った酒屋でもって、お前の住んだアパートな、あそこやばいんだぞ、階段の下にな仏壇が埋まってんだって言ったんですよ。で冗談だろうと思ったけど、埋まってるって言って、あんまり嫌なことあるもんだからみんなで掘ろうって言って、その会社の社長まで来てみんなで穴掘って、2メーターぐらい掘ったら仏壇出てきたんですよ、本当に。仏壇ですよ。でも何かあるんですよ、絶対何かあるんですよね。古来より一時に百の回帰な話をすると恐ろしいことが起きるとされている。これが百物語である。皆さんこんばんは。最終回を迎えました恐怖の百物語です。今夜は稲川淳二さんのお話を皆さんにたっぷりお届けしてまいります。また番組の最後には全員でお祓いという時間も設けております。ではレギュラーゲスト2人ご紹介しておきましょう。まず稲川淳二さんです。こんばんは。いよいよあの最終回ですね、はい、いろいろとありがとうございました。どんなこちらさんとありがとうございました。頑張っています。そして霊能者の佐原勲先生です。どうもありがとうございます。佐原です。どうかよろしく。今回も無事終われそうで、そうですね、ね、はい、いろいろとありがとうございました、はい、では最後まで今夜もお付き合いください。映ってるやん、本当に顔です。顔やね。うわさっき私が掴んだ男です。これ一体にこれあれですね。そうです。はっきり今こっちも見えてますけど顔ですね。顔です。横顔ですね。さっき僕が言ったところの位置近いでしょ、はい、だから裏にいたんですよ。やっぱりほら僕がさっき抱いたっつったでしょ、はいはい、あの触った男みたいに触っちゃったっつったの。 あれですよ。鼻がすごい高い感じの、口開けてるような感じですかこれ。口開けてる顔なんですよ、どれもみんな。あさっき今ちょっと上向きですか。僕が書きました、ちょっと前に見て。あの画像にもちゃんと映ってますわ、はい、こっちも映ってる、これはね、あのなんかの反射ではないですか、いやこれは反射とはまた違うんです。影でもないんですよね。影でもないんです。反射でもないんです。これ違うんです。これ大きいですね。もうずっとさっき実はあの本番前にぐるぐる後ろ回って歩いたんですよ。ねだからいい違い、いやこれからまだ出ると思います。このままいろいろやっといてください。それで本番行きましょうよ。はーい、絶対にボルテージ上げていきますからね。はい、取ります。じゃあ、最終回にしまして、ついに皆さんにも確認できる映像が撮れたということなんですか。本番前にあのそこの幕の後ろ気になってたんだけど、はい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 、風かなと思ったんですが、こう来てふっと掴んだんですよ、人間みたいな感じのものをね。もしもそれがそうだったらば、これとなんか関連があるんじゃないかなみたいな感じがしますよね。先生どうですか。
言葉出てこないですね。まあ、確かに、むしろだから形で見るのもだけど、心で見るっちゃ小さなけどもしれないけども、はいはい、そういうふうにやってみていくと、うん、症状って読めてきますよね、うんうん、そんな見てても怖い感じはしないですね。そうですね、しないです ね、なんか淡々とした感じなんですが、それでは最終回、稲川さんの、はい、いわばとっておきのお話と、はい、いうことで伺っていきたいと思います、はい、お願いします、はい、あの考えたんですよ。で何の話しようかなと思ったんだけども、とやっぱり自分らしいってはなんだけれども、私が一番自分でそのある意味で恐怖してるその話があるんです。これは知ってる方は知ってると思うんですが、あんまり生で私はですね、こう何年間かその話全然してないんですよ。で私が今日一緒に連れてきてる付き人の実は師匠も亡くなられてるんです。それに関係してる一番の持ち主だったわけですが、これは言えば分かる方は分かると思うんですが、人形の話なんです。で今からですね十何年か前ですか、事の起こりは。でその人形今でも生きてるんですよ、はい、で私あの当時日本放送というところでもって深夜の番組やってましてね、その日はあの1時ぐらいに撮り終わってで帰ろうと思ったらですね、でその担当のディレクターが東さんって人でしてね、でたまたま私あの東京の国立と住んでるんですよ。そしたらなんかこうお互い居づらいというか変な雰囲気になっちゃって、ジューンなったら俺と一緒に帰ってくんないかと思うんですよ。で私は託そうと言ってね、車の送りがありますから、いいよっつって、仲いいディレクターですから帰ったんですよ。でもう車乗ったらすっかりのこと忘れてましてね、夜の夜中の道を中央高速がバーッと走ってたんですよ。6月ぐらいだったかな。で窓から風がさーっと入るんです。クーラー苦手でしたからね。でどうだこうだ喋ってるんですよ。この人がね、油揚げうまいだどうだこうだか、そうだそうだそうだって言ってたんです。で言ってましたらカーブしていくんですよ、道がぐーっとね。とカーブしてったらば、今はそうでもないですが、当時珍しかったのがね、看板があるんですよ高速道路に。で一個ポーンって行ったんですね。で喋ながら、はいはい、って聞きながらまた一個ポーンって行ったんですね。で無意識のうちに人間ってのはもう一つあるんじゃないかと思って見るじゃないですか。でひょっとこう見たんです、前方のあるんです。なんかでも形が違うんですよね。距離は結構あったんですよ。で形が違ってどういうことかというと、あの高速道路のヘリがあるでしょ、縁がね。あの縁の上に真っ黒い着物着たですね、こういうおかっぱ頭みたいな女がですね、外向きに立ってるんですかって。こんな時間ですよ、夜中ですよ、周りに車は全然ないんですよ。で何かと思ったんですよ。で大体暗い中でもって、あの街灯もないわけで、そこで黒い着物が見えることもおかしいんだけども、こう立ってるから何なんだあの女と思ったんですよね。で余計なこと言うまいと思って黙って言ってましたよね。どんどん車近づくんです。確実女が立ってるんですよ、そこに外向きにこういうふうにやって。でスーッといくうちに下がねもわっと消えちゃいましたよね。顔だけがこうクックックックと角度変えてくるんですよ。で車がバーッと入ってたら、ちょうど車がこうライトがですねスパーッと入った時に、そこにねスーッと入ってたんですよ、道路の真ん中みたいな。顔がスーッと、うわーと思った。人間の顔って離れていてもすごく近くても、あの輪郭って分かるでしょ、距離関係なく分かるんですよ。半透明な顔がねポンと浮いてるんですよ。うわ嫌だなと思ったんですよね。もう25メーターぐらいだったらもう確実顔なんですよね。うーと思ったけど余計なこと言っちゃうけど、私一番最初降りる人間ですから黙ってましたよ。だから車がバーッと行ったら、その真っ正面の顔がツーッと来るわけですよね。ふーっとしたらフロントウィンドウからスパーンと白い塊みたいになって、フロントの、あのその助手席の窓からシャッと入って、2人が喋ってこの間スコーン抜けたんですよ。ふーっと思って後ろ見たんだけど、言うのも嫌だし悪いから私黙ったんですよ。でうちの前でついて、どうもお疲れさんでしたと言ったんだけど、体が重いんですよすごく。で黙って彼はその運転手さんと帰っちゃったんです。で家へ入って2階トントントンと上がってみたら、女房が寝てるんですよ。でなんとなくこう面倒だったから、まあいいかこのままゴロ寝しようと思って、そう寒くもないしと思って用前降りてゴロ寝したんですよね。でうちの女房ってのは大体昼過ぎぐらいに起きるような女で早起きできないんですよ。それがね5時頃だったから起きてくるんですよ。それで私のこと稲川さんって呼ぶんだけど、うちの女房はね、稲川さん稲川さんってなんだよって言ったら、お友達はって言うんですよ。友達って何だよって言ったら、友達はって、いないよ俺一人だよって。嘘、ほら後から入ってきて部屋の中ぐるぐる回ったりってんの誰よって言ったら、誰じゃないよ俺一人だよ、何言ってんだよって言ったら、って言ってんですよ。それ日本語とか出ましたんですよ。人形は昨日誰か通れなかったって言うんですよ。何言ってんだよって言ったら、いやあの俺見えたってわけじゃないんだけど、いたの知ってるんだけど降りたってから、いや実はねって言って会いに行ったんです。そしたら話が合うわけですよ。嫌なことがあるもんだなと思ってね、それは白い顔でもって目がこう綺麗に切れながら目した女の人の顔でしたよ。で家帰ってきて、それからかな、電話が鳴ったんですよ。で電話取って、当時そんな私は忙しくなかったですからね、電話取ったらば知り合いのその人形使いの前野さんって方で、あの稲川ちゃん今度はまた舞台やるんだけど出てくんないかな。その方は人形を使うんじゃ大変な名人な方なんですけど、その人形と一緒に舞台やってくんないかなとか、一つ演じで OK したんですよ。いい舞台ですからね。で顔合わせがあったんです。行きましたよ。そしたらまだ人形はできてないんですけどね、あの人形はねこういう顔になるんですよって言って、こういうやつですって見せてください。身長が125センチ、体重が8キロ、3人がかりで動かす人形ですよ。ふーってね長い髪広げたんです。見てね、ザクーってしたんですよ。それはね、私がその高速道路で見た同じ顔なんですよ。これがで言えないでしょ、まさかこれ私が高速道路で見た顔でもってこと同じだったら言えないじゃないですか。何なんだろうと思ってね、でもこれなんか因果関係があるのかなと思ったけど、まあ、そのまましてました。でところがですね、人形が出来上がってきたんですけど、これが右手と右足を同じけるんですよ。これね
で私が直してあげましょうかって言ったら、いやいやこれやっぱり作った人間に直してもらった方がいいからって、その方がいいね。で彼が電話したら、その人形を作った人間がいない、行方不明だったんですよ。冗談じゃないね、行方不明って困っちゃったねって。それでも稽古はしなきゃしょうがないですから、まあ、稽古しようって話になったわけです。で我々稽古場入りましたらね、何を思ったか、その前野さんってさ、稲ちゃんちょっと途中で電話してくるって言うんですよ。練習中に。そういう人じゃないんですかね。何を思ったか練習中に行っちゃったんですよ。でその方で家でばって揉めてることがあって、東京の中野に住んでるんですが、今その自分の父親っていうのをですね、稲毛の方に、千葉県の稲毛の方に置いて、マンションに置いて、いとこさん45になる、いとこさんが面倒見てたわけですよ。ちょっと家の中でごたごたがあったもんですから、で電話して帰ってたら真っ青だったんですよ。稲ちゃん俺帰るよって、悪いけどごめん今日中止してくれって。どうしてって言ったら、そのいとこさんが、80いくつのお父さんは無事なんだけど、看病してたいとこさんが原因不明で死んでたって言うんですよ。それでその管理人さんから支柱戻るよって、今警察が来てるからって言うんで帰るって言うんですよ。でみんな嫌だね、そういうのたまんないねって言うから、まあ、何言ってんだよって言って、まあ一応みんな集めて、それでそのまま打ち連れてたんですよ。で今度はいよいよこの衣装をつけてやる時だから、衣装つけてやろうなって話になって、で僕は衣装を自分の2階のですね、タンスの上から3段目に入れてあるわけですからね。で明け方になって、さあじゃあ入れとこうかなと思って、私早起きですからね、タンス引っ張ったら水が溜まってるんです。こんなに水なんてものはね、これ溜まるもんじゃないですよ。うちの親父もね、その時言ったんですよ。いや見たとか聞いたなら分かるけども、水が溜まると溜まんないなって、水が溜まってるとピショッと、おい誰だよとこんなとこちょんべんしたやつは冗談言ったんですよ。ね、あの洗面器一杯にはじゃないんですよ、水こんな溜まってるんですから。でも上も下も水溜まった形跡がないんですよ。雨が降ったわけでもないし、ジャムるわけじゃないですからね。嫌だなと思ってたら、あの下へ芸人が2人、太田プロの芸人さんが2人降りてったんですよ。うわーっつってですよ、とにかく思ったら、やつらのこのスポーツバッグがあるでしょ、中に水が溜まってるんですよ。衣装全部使えないですよ、みんな。で気持ち悪がるからね、若い子誰だいたずらしたやつだってとぼけて、その人はそれでチャラにしたんですよ。一日置いた次の日、その仲間の一人の川崎には泊まったんですよ。みんなのバッグ水が溜まるんですよ。水なんかないんですよ、とこらへん溜まるんですよ。これも嫌なもんだな、溜まんねえなと思ってましてね。でもそうこうするうちに、舞台いよいよ本番始まりますよね。そしたらなんとですね、あの始まったその初日の日、体身の方なんですよ、倒れた気があって、どうしようもない。それでしょうがない、お札もらいに行ったりお払いして、それでじゃあ遅れた時間だけれども、昼よりごっちゃでやっちゃいましょうとね、わさでやっちゃいましょうって話だと、あ分かったって、そうしましょうということでやったんですが、その時にね、不思議だなと思ったのは、照明さんとかね、美術さんがいらっしゃるんだ、皆さんね、全部右手で見えて放射してるのかって、包帯板が割れて刺しちゃったとかね、釘で切ったとかね、ガラスで切ったって、みんな怪我してるんですよ。それ右手と右足ばっかりなんですよ。やだなと思ってね、それで芝居が始まったんですよ。ただポーンってね、人形のこの腕とね、足が飛んだんですよ、スパーンと。なんか骨が見えちゃったの。うわーと思ったけどやってました。で今度はその太田プロの芸人さんが、この箱に、缶オケみたいな箱に入れて人形を運ぶシーンなんですよ。そしたら見てる客が寒いとか言うんですよ、霧が出たとかね。霧なんかないんですよ、使ってないのに、ほんともやがかかったんですよ、わーっと。それで8キロですけど、大の男2人で持ち上げて、あんなもん重くないんですよ。それ2人とも重いって言ったんですよ、人間みたいに。そしたらそれが抜けたんですよ、スパーンと。人形がバラバラでバラーンとこう出てたんですよ。うーと思って片付けて、それで最後のシーンで有名なの杉山和子さんって、声優さんで大変有名な主役の声やる方だけど、この杉山和子さんって人がカツラをつけて、ここにあのロウソクつけて一回転するシーンなんです。結構綺麗なんですよ、ここに言ってたあれだけども、結構綺麗なシーンも多いんですよ。でそのシーンだったのは、これは稽古でもって完全にうまくいったんですよ。本番でパラーッと火ついたんです。慌てて消しましてね、例えばテレビ東京がそれを取材させてきたわけですよ。言って、ああいいでしょうという話になったんです。で見っけたんですよ、人形を作った本人を。そしたら人形を作った後に、あの京都の山奥で仏像があったんですね。とこれ誰も会えなかったの、この人たち誰も会えなかった。で先に行ったら、その小松芳生さんと同じホテルでも会えなくて、スタッフがあのまた出直して行って会ったんですが、会って帰ってきたその日に、ディレクターの奥さん、こっから人が真っ赤に腫れ上がる病気、あのサブの人はあのお子さん交通事故、作家の方は犬が動かないんですよ、一年事故ですよ。でそれを今度はあの TBS の昼の番組ですね、なんとか会いましょうとあれ行ったんですよ、取り上げて。そしたら人形が座ってて、稲川さんとお坊さん、この方が、稲川さん体に変調きたしてませんか、酸っぱいもん食べるとかって私言うんですよ。いや食べてますって。その当時私レモン一寸なく食ってましたよ。あそうでしょって。でもこれおっちの人形いますねって言うんですよ。青い着物って言ったら、前野さん青い着物だって言ったら、うん昨日男の子の人形青い着物にしたのって言うんですよ。それで人形が黒い幕の前に座って紙風船って赤い着物とかついてるんですよ、ね、であの野村さん、アナさん、野村さんが、それでは何曜日何やって、稲川淳さんの会期にまつわる人形のその体験の話をしていただきましょうって言って、人形を取って生コマーシャル行こうと思ったんです。カメラがパンパンとした瞬間に、幕が全部スパーンとこって人形がカクッと動いたの。幕なんてのはプツンプツンプツンと落ちるもん、いっぺんに落ちるもんじゃないですよね。ところがこの日45分間停電起こしたんですよ。本番前に45分間停電起こしたんですよ。全然原因わかんないですよね。それでカメラが壊れて照明が落っこちましたよ。でそれでもって済みはよかったんですが、まあ大阪のある局がそれをぜひやりたいって言い始めた。で僕はダメだってたんですよ。なのにどうしてもどうしてもやりたいって言うんで持ってきましたよ、その人形つけ方。それで黒い幕をバックに座ったんですよ。空中でもってふーっと音がしてるんですよ。ああ効果大使ってんだなと思ったんですよね。
はい、でやっておりまして、じゃあ本番前だからってんで、じゃあ一旦引き上げようかって、その前のさんに引き上げた。人形は端の方のですね、こういうセットの中にこう座ってるわけですよね、塩を持って。そしたら言ってんですよ、今日はあれだぞお前ね、失敗したからって幽霊先生あかんぞなんか言ってんですよ。わしゃないでどうでこうで言い合ってるんですよ。何言い合ってるのかなと思ったら、本番近くになったら、すいません、霊能の方が局の前で叱られちゃったって言うんですよ。今代わりの人呼んでますって言うんですよ。あ、そうですか。それで私こう座って、もう早めに座ってよって座ったんですよ。前から照明浴びてから前見えない、で急どっから踏んだろうってひょってやったら、私の後ろのこの黒幕のところだけツッツッツッとこっちから誰か押してんですよ。向こうからなら分かりますよ、こっちから押してんですよ。なんだろうと。それで代わりの霊能者の方来たんですよ。稲川さん何か感じますかって言ったら、今いやこういうことがあったら、いやここにいますよ。そしたら突然フロアの方から出てるんですよ。今電話鳴り続けてる、稲川さんの子に映ってる、あと少女人形のそばに男の子が映ってる。そしたら受付のクロークの、要するにタレントクロークの受付の女の子が飛んできて、大変ですモニター映ってます。そしたら電話鳴りっぱなしって映ってます。今モニター映ってる、映ってるんですよ。モニターにいないんですよ、映ってるんですよ。でその人が危ないです、そこから2本目のそのこのバトンがありますよね、この照明が詰まってる、あれの人は危ないから来てる奥さんがどいてくださいどかしたんですよ。どかしちゃったのに嘘みたいにこれがふんふんってなって、みんなうわーと思ったけど何もないですよ。まあ司会者はもちろんもう台本投げちゃうしね。そしたらビーズさんが見てますって出たんですよ。それでじゃあちょっとどいてどこだビーズさんどこだって言って、おばちゃんたちがどいた後ろにビーズさんおっさん君みたいなおっさん泣いてるんですよ。殴りでもってあの椅子殴りながらシャレなんのお前シャレならんのお前って泣いてるんですよ。どないしてもう言葉すごいですよ司会者って、どないしてっつったら、わしはここにおったらばそのケコミってこのね映るからそれ打ってくれって言うんで、柵をこうして人形の下行ったらば男の子がいたって書いてあって、でおい子供があるぞっつったらそのフロアさんが飛んできたんで、そしたらこれはどうやって操るんだって子供が聞いたって言うんですよね。あそうかディレクターが仕込んだなと思った、そういうふうに言ったんですよ。本番流れてるんですよ、もう本番ですからね。そしたらディレクターが来て、わしは仕込んだなおいって言った、プロデューサーがこの番組とらやってねってもう偉いちゃうんですよ。もう泣いちゃう騒いちゃうどんどん、もうそれでおまけにあのふーっとと一緒にセットがねバタ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 って言うんですよ。セットなんてものはさスタジオなんか風入らないんだから、入ったってさ鳴るようなセット作るわけないでしょ。それがバタ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 鳴りっぱなしですよ。でもこれしょうがないと、でストーク中止ですと、でもうしょうがないよ、マルさんやめようと、で東京へそのまま帰ろうと思ったけどやめようと、仲間がね伊豆の方にいるから帰りそこ寄っていこうじゃないかと、それで明日朝一番で帰ろうって言ってその人と人形を連れて帰ったんですよ。みんながいるそのホテルね、もう車つけたからみんなそこ先に待ってますから、わーと思って飛んでって、はーって言ったらみんなが私の顔見て真剣な顔して帰ってってのじーっとやってるんですよ。普通だって、おー今来たとかねやってんじゃないですか、どうしたんだよって言ったら、いやなんか知らないけどこんな風に来ちゃった、何言ってんだよって、で前野さんあったらその人が人形持ってきたんですね。それで来るんだろうほどくんですよ、みんな黙って言ったんですよ。で帰ってやって開けた瞬間ね、これはね本当に驚いたんだけど、人形でしょ、相手は敵は人形で少女人形なわけですよ。だから髪の毛はここまでしかないんですよ。もうすでに伸びてることは知ってましたけど、髪の毛肩越してるんですよね。それでこう胸が膨らんでて最高に怖かったのは肌の色が変わってるんですよ。で目がこう切れながらこういう目だったんですよ。えぐっただけなんで本当にこう動いてるの見える目なんですかね。これがこう目が開いて口が変わってるんですよ。こうやって口は開いてないんですよ、その人間は口開いてないんですよ。それがあーんってやってカーッ、もう何にも言えないです、みんな寝れなかったんですよ。それでその日朝一番でもう僕ら帰っちゃった、人間持ってて前野さんとか他の人帰っちゃった。で僕はその日夕方ですから仕事が、そしたら帰ってきてからどなたってかな、キンカンキンカンあったのから玄関見たらその前野さんと立ってて、稲川ちゃん大丈夫だよね、人形に今茶巾ずとねお茶置いてきたけどもう大丈夫だよねって怖かったんですよね、そういう状況だったので。その秋に舞台があったんですが、その舞台の時に実はその人形を使うはずが使わなかったんです。その方他の人形を使ってやってたんですね。だ舞台が終わった打ち上げパーティーをね行方不明ですよ。そして2ヶ月3ヶ月経ってからかな、私家帰りましたよ。それでドアパーッと開けたら突然目の前に目玉のポスターがなかったんですよ。目玉のポスター気持ち悪いもんあったなと思ったら、稲川ちゃんって言うんですよ。髪の毛真っ白でここら辺がもうはげちゃってて、その前野さんですよ、こんな大きかった黒黒したロングヘアの人がはげちゃってて痩せてるんですよね。稲川ちゃんもう大丈夫だからね、うちを出る時にね白い髪を三角に切ってきたから、あれが四角になったら全ては丸く収まるよねってから、あんたどこにいたんだって聞いたんです。覚えてないんですよ、打ち上げパーティーから2ヶ月間彼は記憶がないんですよね。それで彼にその仕事の話が来たんだけども、これは普通にやっちゃいけないから人形をどうにかしようやという話になりまして、で人形をその霊媒師の方にお見せしたんですよ。で霊媒師の方が嫌がったんです、こんなの見れない、立たるから嫌だ、絶対に嫌だったんだけど、お願いだから見てくれと。それでやってるうちに、これはそれの人形がいますねとかいるったんですよ。でこの人形はどうですかとですね、これこの子はこの子はねたくさんの霊がついて、一体何に使ったんだって、怨霊だけどもその中で特に強いのは子供の霊、動物の霊が強いんだけど子供の霊がついていて、赤坂に青柳という料亭が昔あった、そこの女の子で7歳になる子は日本舞踊を踊って赤い着物を着て、その人形はね着物を着てね踊るんです、赤い着物で日本舞踊を、ね、それで空襲で右手右足飛んでますねって言うんですよ。右手と右足本当にこうなってるんですかね、その人形ね、でしょ、霊能者は知らないわけだから、それを
驚いちゃって、じゃあこれどうにかしてくれたら、いやこれもうどうしようもないって、だから預けましょう、じゃあそうしましょうって言って、その写真を撮ってくれたのが、パンフレット撮ってくれたのが辰木事務所の写真家さん、辰木義郎さんの、あそこのお弟子さんだったんで、あそこでもってもう一回撮ってもらって、写真だけ持ってなさい、あとお寺預けましょう。それで僕ら当時その辰木先生のお世話になってますからね、でそのお弟子さんがやいてたんですよ。うわーって言うんですよ、ちょっと見てくんないか、これ見てよって見たんですよ。初めのポスターで使った時の写真なんてのは本当に綺麗な少女なんですよ。ところが後からできたっていうのはもう全然顔が違うんだ、顔になっちゃって顔が全然違うわけですよね。不思議でしょ、というので一連のこういう事件がずっと続いたんですけども、まあ、あの最後にこういう言い方ないんですが、またいい仕事が来て、その前野さんって方があの頑張るんで、あのヨーロッパ行って成功したんですよ。でよかったね前野さんってね、体調戻ったし、そしたらその前野さんがあのまたまた今度はあのアメリカの公演とヨーロッパの公演が決まったって電話くれたんですよ。で日本の人形の映画なんか出てなんかしてて、あよかったですね。その夜ですか、出荷があってその前野さんってのは焼け死にましたよ。でその人形はっていうと、人形は今でもその人形師、人形を作った方の方、そこに預かったまんまになってますよね。ええ、それ作った本人はこれは俺が作った人形じゃないって言ってるんですけど、彼が作った人形に他ならないんですよ。それなんですから、ええ、彼はグレーに塗っちゃいましたけどね、でも写すと白い綺麗な肌してるんですよね。生きてるんですよ。私はこれは本当に全て事実です。でこういうことが本当にあるということをですね、あのお知らせしたくて今日はそのお話をしていました。じゃあちょっと CM お疲れ様でした。いやー最後の話すごかったですね。まだあれでもお話短くなってるでしょ、でもだからたたりと言っちゃ古いけども、ものってのはやっぱりそれなりにこっちも意識していかないと、危ないこともありますよね、この世界はね、まあ、ということでとりあえず無事最終回を迎えることができました、よかったですよね。よかったです ね、あとは帰り道だな嫌なおっさんまあまた稲川さんのね、この目とこの顔で言われたらね、ほんま怖いんですよ。そうですか。そうですよ。ちょっとテレビに向かって言われてやってあげてください。あとは帰りみたいな。さあということで、はい、まあ最後、ね、皆さんでスタッフ出演者、それからテレビの前の皆さんもご一緒にお祓いということで、まあ、こういう番組をやりますと、なんかあったりもするんですが。とりあえず半年間何もなかったということで、これからも何もないよ、特に帰り道何もないようにですね、そういうことを願いまして佐原先生にお祓いをしていただきたいと思います。先生、私たちは手を合わせた方がいいですか。テレビの前のご覧の方々もご一緒にお願いします。この番組に影響した全ての書類の冥福を祈ります。あなたたちもこの現象界に出てた時、さまざまな恨み妬みそしり怒り自己保存自我がやく、そしてさまざまな苦しみも味わい、そのままその執着を持ち今現在おります。そういった執着をすべて忘れなさい。美しい花を見、美しい心を作り、強く たくましい大木を見、大きな心になり、太陽の光を見、光輝け、そのような生き方を学べ。いつまでもこの世に執着してはならぬ。今の言葉をよく学べ、そしてやっていけ。あの世にも草花はあるはずだ。そしてここにおる者みんなも全て自然の姿を見、自然な生き方を学んでいきなさい。この世的なものにこだわり執着し、そして念を残さぬよう、全ての者ども、そういった自然の生き方を学べ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。